第 21SS 武装山岳師団。第 21SS 武装山岳師団スカンデルベク。21バファン・ジーバーグス・ディビジョン・デア・ SS、ス・キャンダーベグはヒゲルマン系民族のアルバニア人で構成された武装親衛隊の山岳兵部隊。ドイツ人や占領地のゲルマン系民族から編成された部隊の名称と異なり、師団名は XX、バファン XX。 ディビジョンでは SS となっている。また、ヒゲルマン系の SS 部隊は、エリショーに、ルーン文字の SS のマークの使用が禁止されるなど、同じ武装親衛隊の部隊内でも、ゲルマン民族優先策が取られていたことが伺える。部隊名は、オスマン帝国の侵攻に25年抵抗を続けた、アルバニアの国民的英雄ジョルジカストリオティ、スカンデルベウに由来する。師団賞は、 黒色の相当の和紙が赤い背景に描かれている。兵士は全員白いトルコ帽を着用し、後にはドクロの印が帽子の正面に縫い付けられたものを使用した。バルカン半島は世界の火薬庫と呼ばれ、20世紀には第一次世界大戦勃発の原因となり、冷戦終結後もユーゴスラビア紛争が生じたように、民族、宗教間の対立が激しい地域である。 アルバニア人は、当時のアルバニア王国だけでなく、ユーゴスラビア王国内のコソボ地域にも住んでいた。しかし長年にわたりコソボアルバニア人は、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人等から二級市民として扱われていた。そのため、コソボアルバニア人は、ユーゴスラビア王国崩壊により、自分たちがユーゴスラビアから、分離独立し、アルバニアと合併することを待ち望むようになる。 彼らにとって、数軸国のユーゴスラビア侵攻は大きなチャンスに見え、外国軍の侵攻をむしろ歓迎する側に回った。実際には、コソボを中心としたアルバニア人地域は、1941年からはイタリアの支配下、1943年のイタリア降伏後はナチスドイツによる占領を脱することはなかったが、この手段は、 アルバニア人地域の独立と統一アルバニア建設の約束とともに1944年3月編成された。この師団は第二次世界大戦の間アルバニア人が唯一入隊できた部隊であった。最初の編成時、アルバニアの長母兵1万1398人のうち条件を満たしているのが9275人。 そのうち六千四百九十一人が武装 SS に採用され、これらの兵と SS 第十三山岳師団からの三百人のアルバニア人、オーストリア、民族ドイツ人の士官、歌士官からなる、古参兵が機関となり、師団が形成された。師団の最終的戦力は八千五百から九千人で、二個、不評連隊、公兵連隊、偵察大隊、山岳公兵大隊、 通信大隊、対戦車大隊から構成されていた。師団長には、アウグスト・シュミット・フーバー・ SS 大佐が就任し、本格的な活動を開始した。この部隊は、東部戦線には投入されることなく、アルバニアとユーゴスラビアにおいて、活動を活発にさせていたパルジザンとの戦闘、一般 SS の任務に近い民族浄化等を行った。 ユーゴスラビア王国政府は1918年から1941年の間にコソボで広範囲に及ぶ土地収容を行い、そこに大量のセルビア人とモンテネグロ人を植民していた。師団はこれらのセルビア系住民の民族浄化に従事し、コソボでは約1万人のセルビア人が命を落とし、7万5千人のセルビア人が周辺地域へ逃亡することになった。 さらにコソボにいるユダヤ系住民をゲシタポへ引き渡し、強制収容所へ送り込む任務も行った。しかし、戦前コソボにいたユダヤ人は520人だが、この師団が引き渡したユダヤ人は210人であり、他の地域と比較するとユダヤ人の生存率が62%とむしろ高い地域になっていた。これは地元のアルバニア人が、 ユダヤ人を助けようとしていたためであるとも言われている。しかし、ドイツ軍がパルチザンの活動の活発な地域から撤退を始めると強制的に徴兵されたアルバニア兵たちの脱走が続出し、編成から半年余り経った1944年10月には、早くも師団は内部から崩壊を始めた。11月の終わりには、 師団を構成する人員は3,500人しか残らず、部隊の維持が困難となった。そこで残存部隊は、スコピエにおいて、ギリシアから撤退してきた部隊を、元、ドイツ人を中心とする、第 21SS 山岳師団スカンデルベクに再編成された。師団はギリシアから撤退してきたドイツ軍、E 軍集団に配備され、アレクサンダー・アレア、 上級大将の指揮下、プリンツオイゲン師団と共に、マケドニアのバルダル川の守備を行った。1945年1月までに、スカンデルベク師団は、コソブスカミトロビザへ撤退し、その後、ボスニア・ヘルツェゴビナのブルチコへ撤退した。1945年5月にはオーストリアにまで、たどり着き、ドイツ幸福まで戦いを行った。師団は、 西側連合軍に降伏し、将兵は各自バラバラに逃走を図った。一部は一般人に溶け込むことができたが、残りのほとんどはパルチザンに処刑された。シュミット・フーバー師団長は1945年逮捕され、ユーゴスラビア当局に引き渡された。彼はベオグラードの軍事法廷において、非戦闘員に対する虐殺と残虐行為の罪で裁かれた。 判決は、公主刑となり、1947年2月27日処刑が行われた。騎士鉄十字章受賞者数、0人、厚生人種、アルバニア人、途中で、独海軍水兵等を追加しドイツ人中心の師団となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。